モッキリアの少女は、杖吉春による漫画作品。1968年8月にガロに発表された全16ページからなる短編漫画作品である。げの代表作の一つで、旅物の系譜に分類される作品。旅物の7作目になる。沼、赤い花などに登場した未成熟なおかっぱの少女が登場する。商品ながら大人になる前の少女の持つ、 特有のエロスと、杖独自の叙情性,性が感じられる作品。杖は、オンドル小屋以降、平均すると1月に1作のペースで作品を仕上げており、途中3ヶ月ほど休止期間を置くが、その期間は作品の取材旅行に充てていた。1967年から1968年は、ほとんど休みなく、新作を描き継いできた最も充実した時期である。 1966年から沼、海辺の女系、赤い花、オンドル小屋と立て続けに少女を描いてきた次は直後にネジ式、厳選監主人と肉感的な中年女性を登場させるが、その翌月にはこの作品で再びおかっぱの少女を描いた。しかし、ここではおかっぱの少女は沼、赤い花の関連的なものとは異なる。現実的。 肉感的な存在として、もはや無垢な存在ではなく、リアルに描かれることとなった。当の1966年に次は、合図の当のに旅した際、茶屋の抜き下ののれんに書かれていた合図地方の方言に大変興味を持ち、それを手帳に書き写したものが、後に作品に結実した。1966年に次は合図の当のに旅したが、この時に、味草原を食べた。 小さな茶屋の軒下ののれんに書かれていた藍津地方の方言に大変興味を持ち、それを手帳に書き写した。そのうちの2、3箇所の一部をこの作品に使っている。特に、無芸の踊っつは脇しなくてやんだオラは、ほぼそのまま使った。当初、次は、この旅行の際のエピソードを使って、方言についてというタイトルで描くつもりで、 ガロにも予告していたが、やめてこの作品に結実させた。ちなみにこの、方言についてという作品は、お土産の手拭いに書かれていた、合図の方言のヒントにして着想された4ページ、内紙は8ページの作品で、上段に絵があり、下段に方言についてのエッセイらしきものが書かれた、物語性の少ない絵物語のようなものだった、らしいが、 結局漫画じゃないと描く気が起こらないという理由で完成しなかった。またこの作品には、1967年4月には、友人の立石慎太郎と旅館被災疲労を再放した際に、赤い花のモデルにもなった宿の少女が、土寺を着て寝ると切ないといった言葉を、もっきり屋の少女、小林千代子のセリフとして利用している。告げ自身はこの作品では、 方言というよりも言葉の使い方に対する興味で描いている。例えば、小林千代子が何度も何を聞いても惨めですを繰り返すが、こうした単純な言葉で自分自身の気持ちを表すということ、こうした言葉と意識の関係を念頭に置いたと述べている。最後の方のシーンで主人公の青年が本当はこの土地の言葉遣いに興味を持っただけなのさ。 という部分は言葉と意識に対して、告げなりの答えとして出たセリフであるとも1解している。この作品は1968年6月頃に描き上げ、ガロ8月号に発表されたが、9月には告げは九州に蒸発してしまう。赤い花のモデルにもなった被災広旅館の少女が、 お寺を着て寝ると切ないといった言葉を、もっきり屋の少女の小林千代寺のセリフとして利用した。方言に興味を持ち旅に出た青年は、かやぶき屋根の居酒屋で、おかっぱ頭の少女、小林千代寺に出会う。一戦五輪で買われてきたと話す千代寺は、客の青年相手に、自分自身の境遇を、惨めですと告白する。青年は、悪い,おいし、居酒屋の部屋で寝ていると随分店が想像し、 覗いてみると、千代寺はいつの間にかやってきた二人組の客に乳首を触らせていた。それは千代寺が欲しがっている赤い靴をかけた行為であった。快感に5分間平気な顔で耐えられたら買ってもらえるのだが千代寺はいつも負けているらしい。青年はこの土地の言葉遣いに興味を持っただけで元々考えることなどなかったのだからねと釣りを。 握って、月夜の中へ立ち去ろうとする。後からは、店内から、さあ、千代寺もう一度行くかの声と共に、それ、頑張れ千代寺、の掛け声が聞こえてきた。真似をして、頑張れ千代寺、と左手を上げながら立ち去る青年。少女千代寺の言葉遣いは、合図の方言をベースとしたものであるが、舞台がどこであるかは作者により、明らかにされていない。また、 四字の言葉も作者によりある程度脚色されているものと推測される。次げが合図を旅したのは、1967年の10月以来幾度もに及ぶが、この作品を発表するきっかけになった旅は、最初の1967年の体験に発すると推測される。2回目は1970年であり、すでに作品発表後である。高の心臓は、 当時新宿十二社の高野の自宅で未発表作に終わった方言についてという作品の構想を告げから聞いている。前述の遠野で買った手拭いに書かれた合図の方言に関心を抱いた告げは方言を使って漫画が描けないかなぁと考えたんだけど難しくてね。だから違う方法でやってみたいんだけどどうかなと言った。高野はサ位を表したが告げは形はいいが 面白い方言が見つからない。8ページくらいなら何なとかなるというので、高野はガロに前述の通り予告まで出したが未発表に終わった。だが、全く違う形で、従来のストーリー漫画の作風に最初に思い描いたエッセンスを織り込む形で作品化したのが、モッキリ屋の少女であった。ありがとうございます。